日清蔵日清調教2年9月17日は、室町時代の日蓮宗の僧である。萩谷茂次の子。藤伏せ義を初めて唱えたとされている。工動聖院とゴース。カ国に生まれる。明泉寺において、父の実定にあたる日英に学び、中山北紀教授に入門する。欧米34年に上落し、鎌倉や京都など各地で、布教活動を行う。 影響5年には、中山門流の総動詞として、非全国へ赴き、門徒を指導したものの、その厳しい尺伏に対して、反発を買い、同流から破門された。同9年再び上洛し、本邦寺を開く。日清は、諸寺院を日蓮宗に改修させ、六大将軍、足利義則への説法の機会を得た際に、他州の記者を説いて、権限を禁止された。 永京十二年二月、金に背いたために投獄され、本法寺は破却となる。拷問を受けた際に、灼熱の鍋を被せられたまま切符を解いたという伝説が誕生し、鍋かぶり商人、鍋かぶり日清等と呼ばれた。翌柿津元年の柿津の乱で、吉典が殺されたことによって赦免され、本法寺を再建。干渉元年非善で不況したために、再び本法寺を破却され、 八大将軍、足利義政からの上落命令を受けた。同三年十一月、千葉元種によって、京都に護送され、細川持検定に禁庫となるが、翌年許されて、町州の本阿弥清信の協力を得て、本邦寺を再々立てする。長京二年に入弱、去年八十二。日蓮の法華行に対する純粋な姿勢も、 南北朝の戦乱や室町時代に入ると宗派が勢力を拡大していく過程の中で多宗派との妥協や多宗派の信者からの施しを受けるなど次第に変質していった。特に中山北家教授に代表される中山門流は本来多宗派に対して比較的寛容であったとされ、同時の時報である立正安国論が兼務3年に立周寺院であった鎌倉。 御恩寺に貸し与えられて書写されていたことが記録されているほどであるこのような状況の中で日清は不受伏せを主張した日清は京都一条戻り橋で辻説法を始めたが比叡山遠略寺や将軍家の帰絵を受けていた臨済州などの多州派から激しい弾圧を受けたまた日清は北家業によって当時の乱れた世の中を救うべく 足利将軍家の日元州への改修を目論み、影響12年、立正遅刻論を表して、直訴を試みたが、投獄されて、下先を切り取られたり、真っ赤に焼けた鉄鍋を頭にかぶせられるなどの拷問を受けた。この鍋は伝承では、修正頭から取れることはなかったと言われる。ありがとうございます。